30代の足早い人、40で抜けそうって気づくなよ気づくなよと思って、で練習しだして、で40になった時に記録出したのかな、で、ね、武井壮さんなんかとリレーのメンバー、マスターズ出たらもう金メダルでしたっけ、かな、まあ、銀か銀か取って、でつい2ヶ月前ぐらいですか、40代の部下の60メートルの世界一になったんですよ。あ、でも60メートル出るって言ってた、世界一 どこだったっけ、韓国かどっか、まあ、一応外国ではありましたね、すごいな、そうっすね、一度はやめて、一度はやめて、そうですよ、だからやっぱりさ、あのお笑いやっててもなんか、時にさ、ネタ書くことがちょっとねしんどくなったりは、確かに毎月一本は絶対新作を作らないといけないっていう状況、そういけないってなってるさ、気持ちが、そうですね、もう義務というか、やらないといけないことになってますから、そう、お笑い始めた頃なんてもう何、何でもいいからお題もらったらもうスーサーって、まあもちろん何も考えないっていうのもあるけどね、まあ、フィルターがちょっと荒いというか、それが今本当、はあ、そっか来週ネタ見せかかかんと、はあ、明日ってライブか間に合うかなとか、なんかこういうちょっとね、昔はあんなにライブが遠足みたいに、もう楽しみで、ネタというお弁当を持ってね、そうそう、おいしい、おいしいじゃないよ、そうもう眠れない、明日楽しみだなみたいな、まあ、怖さもあったけど、ってなったのがいつしかこう、まあね、前日も夜までこうネタ考えて、はあ、やっぱりこれ受けるかな、これで受けないだろうな、でもな、まあ、はあ、もうとか、なんかこういうなんかちょっと純粋にお笑いを楽しむ気持ちを忘れとるなっていう、じゃあ一回じゃあやめようかな、もう、はい、もう森山直太朗さんの話しない、なんでよ、もう会えるか、まあ、ワクワクしてみよう、どんなの質問するかみたいな、でもようやくしてる、メール来てるのかな、メール来てます、もう来てます、もう来てますよ、あら、ありがたい、あ、でも皆さんでもお好きなんですよね、多分ね、ですよね、ですよね、これまた直太朗さん来てから何年代の、そうだよね、もうファンなのかとか、ファーってなってるから、もう、あ、今いらっしゃった、もしかして、もしかして、いらっしゃいました、見えなかった、あ、まだ来てない、まだ来られてない、あ、まだ来たら多分こっちキャーでしょ、ああ、そうですね、今なんすかね、じゃあ今のは、今は木山商店ぐらいですかね、まさかパッションさんじゃないよね、今のドタバタ、あ、いやいや、パッション違うキャーがあるんで、パッション、人間の罠、パッションさん、変質しちゃって、気なね、キャーってなるんで、そっかそっか、なんで、おー、いたやばい、パッション、やばい、パッション、やばい、わかりません、一生懸命作業してる時、俺の名前を呼ぶんじゃないよ、見たことあります、見たこと、うんでおなじみの、わかります、そう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 。そこそこ有名だよこちらで。こちらそこそこ有名だからね。パッションさん。ああ、パッションさん。ね。普段帽子かぶってハンチングかぶってこんな感じなんですよ。そうです。はい。運の人。いや、すごい人ですよ。もうちょっと写真撮ればいいのに。パッションさんもね。ベンビーさんもですよ。いや、いいよ、俺たちは。じゃあ、ベンビーさんもパッションさん来た時、これパッションさんって紹介する。これパッションさんじゃないから。すごい、すごい人ですから。そう、パッションさんとも月に1回トークライブやってるんですけどね。やらさんね、はい、あれはちょっと客が増えるとやばいんで、ちょっと緊張するんで客が増えるとね、続々と質問メッセージ来てますね、すごいね、じゃあ、質問以外もあります、どんなのもあります、いや今のところ、あ、でも熱い気持ちの、あ、なるほど、やっぱメッセージとかも、ね、そうかそうか、じゃあちょっともう早めにオリジナルを集めるのも、ね、その方がいいかも、もしかしたら時間なくなる可能性があるんで、その方がいいかもです、メールです、はい、紹介しときましょうか、はいはい、iPad 頂戴、はい、じゃあこちら行きましょう、ね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこちら行きましょうか、ラジオネーム餃子大好きなんじゃーさんからいただきました、どうも、どうも、お久しぶり、ぶり、餃子大好きなんじゃーです、とうとう、どうも、ベンビーさん&サーキーは起承転結、キャンさんは一期一会とお疲れ様でした、先週の土曜日はお昼休み仕事終わりとお笑い、笑い三昧、笑いすぎてストレス発散でき、お腹の脂肪が、いや腹筋が割れそうでしたよ、昨日は肌寒くてなんだか沖縄っぽくなかったですね、お三方も体調崩さないように5月終わり頑張っていきやしょう、ではまたですと、おー、ありがとうございます、そうですね、すごいね、風邪もいかない、皆さん1日にライブもはしごしてくださったな、あ、お笑いライブをですね、お笑いライブを、吉本さん行ってきましたっていう方もいらっしゃいましたし、今から行きますっていう方もいらっしゃいましたし、ね、本当ですよ、昨日、ああいいですよ、はい、いや確かにちょっと肌寒かったですよね、あの気温としては22度だったかな、確か、あ、22か、それでも22度ありまして、寒かったですね、なんか水曜日ぐらいからちょっと蒸し暑くなりそうな感じなのかな、うーん、あ、こ
うしよう、時間たっぷりあるか、行きますか、こっち行きましょうか。先週土曜日いろいろ面白いかったです、シーゲーです。あ、どうも、はい、どうも、うん、先週火曜日テレビお笑い県産品見たよ。どうも。ベンビーさんのネタ放送されてましたよ。お、大峰源太郎さん面白い。ココリッチのネタはカットされてましたよ。あら、にり、うん、先週土曜日昼の13時から沖縄花月で一期一会ライブありましたよ。あ、はい、面白いかったです、うん、来月沖縄花月が閉まったらウリズンさんは東京に行くだね、うん、へ、うん、らしいですね。あ、そうなんだ、うん、にり、しょうがないです、うん、本人たちが決めたことだから ね。あ、いや、月曜日折り合わににえ、お、月曜日折り合わにに関係いないやし、うん、ってなんでもないよ。いや、関係あるけどな。19時テンボスでオリジンライブありましたよ、うん、オープニング企画歌を替え歌ショー大喜利でしたよ、うん、ワニ先生はドラゴンボールの亀仙人のモノマネやってましたよ、うん、スケスケのネタ面白いかったです。ジャリスケかな、うん、それともスケスケのなんかボケがあったのかな。え、いや多分その次の文章が、あ、そうだね、長男が仏壇継ぐ話でした、うん、あ、そっかそっか、ジャリスケですね、うんうんうん、ピロンピロン下座出たもう下座に、もはや下座なんですよね、下の人ね、エンマでしたよ、うん、男の人は地獄、女の人は天国ってネタでしたよ。いや、だいぶカットされてる、めっちゃ面白くなさそう、ダタのピロンピロン下座は稲ぐめっさやしだった、あ、めっさだった、やしさだったな、うん、ってことか、な、内な口女が好きってこと、うん、あ、内な口で女が好きっていう、うん、ね、女名さみたいな話だね、はいはい、外崎は学校コントでした。はい、そうでした。もしも渋谷の女の子がトイレ花子だったらでした。逆、逆、どちらかというと逆かな、トイレの花子さんが渋谷のギャルみたいだったら、あ、一応渋谷なんだ、一応渋谷、まあパリピっすね、まあまあ、そう、そんな感じですね、パリピだった、はい、でした、面白かったです、うん、ベンビーさんは離婚はいつやるのコントでした、うん、相手は神田さんでした面白いかったです、うん、リップサービスはコントでした、うん、髪をゴミ箱に入れる、まあまあでしたまあまあでした、まあまあだったら言わんけばいいのに、チョイスして、まあまあ、まあまあ言わんでいいと思うよ、全組言うんだったらあれだけどね、小刻みさん安定面白いかったです、はい、後半企画ショートコントでした、うん、一番面白いかったのはこれ賞味期限だよとみんなが同じ名前、あ、小宮山ですね、面白いかったです、うん、家に帰ってからヒープホップ見てましたよ、面白いかったです、あ、録画ですかね、あ、していただいて、ね、ありがとうございます。うわ、相当楽しんでいただいたみたいでね、そうですね、盛りだくさんで、亀仙人さん、ラジオネーム亀仙人さんってオリアを聞いていましたっけ、わかんない、いや多分聞かれてないんじゃないかな、まあ、ツイッターとかでも亀仙人さんっていう名前でやってらっしゃって、はい、まあ、某ラジオ沖縄の番組とかよく聞いてくださる方がいて、はいはい、であのご本人亀仙人のコスプレがとっても好きというか、はいはい、あの昔からやってて、本物の亀のコーラを、はい、なんかどっかから手に入れたらしくて、その大きいコーラを背負ってもうヒゲもつけて、はい、サングラスで、コスプレしてこう公開放送に遊びに来たりする方なんですよ、はいはい、で今回ワニ先生のネタが、あ、亀仙人のだったさ、はい、俺先生絶対亀仙人さんライブ中喋るんで対策練ってた方がいいですよみたいなこと言って、案の定、はい、あのワニ先生登場した瞬間なんとかカメハメハーとかうわーとかなんかやられたらしくって、ワニ先生、はい、そうそうそう、で一応、まあ、ワニ先生もちょっとあの準備はできてたんで、まあ、うまいこと返せてみたいなことあったらしいんですけどね、はいはい、盛り上がっていただきまして、うわー、そうかー、そう、亀仙人さんよ、はい、参加型、参加型、あ、なるほどなるほど、参加型なんですね、 USJ みたいな、そうね、あの一度大喜利の時に上がっていただいた、はい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 、あの方亀仙人さん、なるほどなるほど、なんですね、参加型ですね、そうなんですよね、ありがとうございましたじゃあこちら行きましょうか、はい、ハイサイツトムです、どうも、ライブお疲れ様です、どうも、お疲れ様です、金曜日のプレミアムフライデーに会社でボーリングに出かけました、うん、プレミアムフライデー適用の会社なんだ、なんだプレミアムフライデーって、うん、分からん、何ですか、毎月最後のでしたっけ、第 最後か、最後の金曜、最終金曜日には3時、はい、3時に仕事上がって、はい、遊ぼうぜっていう、はい、そうそうそう、パペ、なかなかね、観光庁でもどうだろうかっていうぐらい採用してるとか、まあ、少ないみたいなんだけど、少ないだろうね、まだね、いや、なかなか、だからその分他に幸せが来たり、うん、まあ、それでももし3時に上がれるんだったらまあいいけどね、なかなかないと思いますよ。でもさ、50前になると手がカサカサしてボーリングボールを投げるとき滑りそうでスコアが恥ずかしいことになりましたよ。
格付きでボーリング大会をすることになったので次回の対策を考えたのである程度のスコアを出せたらいいな。お三人スコアはどれくらい？僕ね最近上手になったよ。じゃあそれだから180。え、相当上手いんじゃないですかそれ。いや、うん、まあでもオープンフレームそんなない感じ。あ、だいたいスペア取ったり、あのねうちの兄貴がとっても上手なんですよ、うん、パーフェクトにじゃさで2回パーフェクト出してる。すごっ。昔の足場は得意だよね。昔の足場はダーツとビリヤードとボーリング。いや昔の足場はダーツというか、はい、あのまあ、ビリヤードとボーリング、はいはい、ダーツは比較的最近かな。最近。あ、そうなんですか。ダーツはそこまで足場はやらんよ、うん、そう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 。あ、そうなんです。足場はもうあちれるからあんな細かいのやらん。いや刺すから。そうそうそう。人間に刺したくなる。危険なものは。そうそうそう。ビリヤードとボーリングはとっても上手。ビリヤードとボーリングは持たさない方がいい。もう本当にマイボールだし、あのプロテクターみたいなのもやるし、はいはい、ゴロ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 なんか犬の散歩みたいな感じで、あーボールとか入ってるやつから習ったんですけど、はい、まあ我々素人なんでストレートボーラーですよ。カーブとかもかけきれないし、うん、の人はこう後ろからこう重みを生かして反動でまあ前に出すでしょ、うん、そして投げ終わった後中指 となんていうか耳たぶをつかむ気持ち、そしたらまっすぐ行くんですよ。そう変にこう巻き込んだり外に行ったりするから、うんうん、投げ終わった後耳を掴むイメージ。ーそしたらまっすぐ行くんですよ。へ、最初は僕リチキに耳ほんと掴んでたから、うん、扱ったんかなと思われません。ボーリングの球の中扱ったんかな。そうなんですよね。ぜひやってみてください。なるほど、はいはい、ということで、まだまだ皆さんからのメッセージをいただいておりますが、うん、もう外の方待たせっぱなしもあれなんでね、はいはい、いよいよ、うん、CM の後、うん、森山直太郎さんとなんて？いよいよ、うん、CM の後、はい、森山直太郎さんの登場です、うん、この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。ビッグワンでの買い物楽しみだな。え、ニーニー、あ、ヤンキーだ。だ、ジンカリオ。いや、僕今日お金持ってないんですよ。ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。だ、やり方なろう。良い品をいつも安くビッグワン。いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。ちょっと待てあ、この声は。ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。まだですか。もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。いや、早く来い。良い品をいつも安くビッグワン。ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。何かを待つかのように。月曜オリジンアワー、外が騒然としております。いや本当によ、ね、本当にすごい、はい、すいません、今日の模様は今日今夜明日には YouTube の方にアップされますんで、写真と動画は今日は NG ということで、ご協力よろしくお願いいたします。さあということで、お待たせいたしました、ゲスト森山直太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。ようこそ。いやいやいや、こちらのセリフですよ。連想連みたいな。いや、盛り上がってますね。ファンの方、今日4時から、ね、早い方は4時から。高校生のこの2人は4時からずっと待ってて。あ、そう、はい、学校サボって。いや、そういうことではないと思います。ちゃんと終わらしてね、来てくれまして。よかった、ありがたい、本当に ねよかったね。4時から待ってて、こう直接お話しかけていただいてね。ねえ、ありがたいです、ね、はい。
さあ森山直太朗さん、はい、今日、うん、今回はどうして沖縄へ。ですね、はい、実はですね、よくぞ聞いていただきました。7月の9日、はい、っていうのは皆さんご存知ですか。もちろんもちろん知ってます。みんな1年間に1度は7月9日経験します。めんどくさくなっちゃって7月9日に、はい、私今ツアーをやっておりまして、はい、15th anniversary ツアー、はい、絶対大丈夫と銘打って、うん、沖縄はコンベンションセンターで行いますので、はい、そちらの、まあ、やりますよっていう、はい、どうですかっていうような呼びかけますけどどうですかっていうようなそういうことでもってまいりました。はい、さあ沖縄結構いらっしゃるんですか。いやそうですね、ツアーがあるときは必ず沖縄に参りますし、あとは例えばこうアルバムを出したりとかしたりするときのリリースイベントとかも参りますし、はい、だからもう15年間沖縄をにきつね、来なかった時はないっていうことです。あら、ありがたいじゃないですか。ツアーの度に必ず沖縄にいらっしゃって。そうですね、なんやかんやで、はい。例えばこのシンガーソングライターとしてデビューする前というかプライベートで沖縄にいらっしゃったりもありました。ありましたね。なんか沖縄の印象どうでしょう。まあ街でも人でも。いやだってやっぱりそれはね、はい、そんなね、はい、悪いことは言えない。そう思うんだ。いいこと言ったらいいじゃないですか。相当今囲まれてますからね。そうですよね。いやでも本当皆さんマイペースでのんびりされてるなっていう。で僕は東京で仕事をこう中心にしてるんですけど、こういうなんかこういろんな方々出先でやっぱこう沖縄の皆さん今これさっき振り返って見て気づいたんですけど、スーツとかを、はい、とネクタイとかをキュッとしてる方とかっていうのはあまり見たことがない。確かにそうですね。あのカリウシウェアってわかります？あのハワイ、はいはい、アロハみたいな。ちょっとアロハっぽい。はい、あれがもう清掃なんです。そうなんですよね。そうなんですよ。そうでも、はい、じゃあスーツは着られないんですか？結婚式とかそういう観光総裁とかで。その時もお葬式、変な話お葬式とかもアロハで黒バージョンがある。彼氏の黒バージョンあります。本当に本当にあります。本当にあります。本当にあるんですね。ただ お花は聞くとかですよ。あそうなんだ。お花模様はすごいですね。ちょっとおとなしい感じの、ね、また一つ、なんか沖縄のことを知れたような気がします。本当にそうですから、やっぱだからなんかあんまりそのビジネスしてないっていうか、皆さんそれぞれのクオリティライオブライフがあるなっていう、そういう豊かさを感じます。いつもマイペースだし。例えば沖縄の音楽とかってどうですか。まあ、民謡なり沖縄のポップなり。あのね、はい、あの僕、ビギンさんとはまだデビューする前からなんかこううちの母も音楽をやってまして、うちの母を通じてなんかこうご交流させていただいていたりとか、なんかそういう意味で、あとうちの母もこちらで里木畑とか灘そうそうとか歌っているの歌わせていただいてたりするので、なんかこう勝手に親近感はあるんですけども。ありがたい親近感ですね。勝手なもんでね、親近感って。いやいや、どん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 湧いて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 。もう皆さんずっとうーんってうなずいてるんで。県外からもいらっしゃって。そうなんですね。なんでまた。なんでまた。なんでまた。会いに、嬉しいですね。僕今気づいたんですけど、あまりにも好きすぎたらガラスからちょっと距離を置くんですね。本当だ。もう好きすぎてちょっと近くなれないって感じ。あれかな、なんかあれ癖のかな、なんか。いやいや、そんなことないでしょ。出てます？大丈夫です。このスタジオが。確かに我々だけでやってる時、見にたまにまあ一人二人ポツポツいるじゃないですか。だいぶガラスにくっついて見てますもんね。我々の時はね。何やってんだろうこの人。で沖縄はまあ結構いらっしゃってるってことなんですけど、はい、まあ好きなスポットだったり、もう絶対ここは行くぞみたいな、これは絶対食べるぞみたいな。いやーそうですね、はい、沖縄はやっぱり大体もの打ち上げとかで、必ず行くとこがあるんですけど、はい、でもそこをこう必ず行くんで、そうですね、やっぱこう行っちゃうと、そうですよね、やっぱり一番
そのもちろんね、シェアしたいって気持ちはあるんですけど、根がね、ケチなんでやっぱいいものは誰にも教えたくないっていう、もう自分だけの宝箱を確実にこれだけの人数は今日来ますもんね。いや全然いいんですよ、来ていただいても全然いいんですけど、そうだな、でもはい、ステーキはよく食べます。ヒント、いいヒント、ステーキはよく食べます。そう、チャーチかなって、あそこだよ、あそこ、あそこです、ね、今ももうほぼ二択です。そうですよ、はい、もうほぼ二択、あそこか、あっちの通りのあそこか、あ、そう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 、なるほど、分かった方ちょっとニコ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 、ここから2班に分かれてね、そうですよ、こっちだぞーそう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 、手分けしてね、今ステーキブームなんです、沖縄、え、今に始まったことじゃないんじゃないですか、今更ステーキブームだなんて、よく出たのが新しくまたいっぱい、また昔より、はい、すごいですね、いいですね、ちょっとどこか美味しいとこがあったら、ね、ぜひ教えていただきたいですね、はい、たくさんありますからね、じゃあこれメールいっぱい来てる、紹介、かなりいっぱい来てますね、させていただく形でいいのかな、はい、はい、じゃあそこにもう来てる質問こっち読んじゃって大丈夫ですかね、もういいね、いきましょうかね、直太郎さんに質問です。直太郎さんこんにちは。こんにちは、僕は今小学6年生です。どの子かな、あー、やっぱりそうか6年生っぽくて、僕って今一人しかこっちね、そういたね、今日そうか、僕は今、テニスが好きなんですが、直太郎さんはテニスをしたことはありますか、それから、好きな教科は何ですか。いいですね、6年生っぽ い, い, い、ね、よろしくお願いします。いやー、どうし、じゃあどうしましょうか、テニスをしたことがあるかないかっていうと、僕はね、あります、それはテニス、ありますよ、やったね、あるよあるかどうかだけ聞きたかったのか、好きかとかはいい、そのことでやっぱちょっと変わってくると思うんで、印象が、テニスあるよ、力強くあるよ、ね、で、好きな教科は何ですかという、好きな教科はね、小学校の頃は、僕の学校には、工芸っていうのがあったんですよ。工芸、あのね、粘土をいじったりする、はいはいはい、なんか変でしょ、小学校で普通ない、ね、美大とかでもないのに、そういった工芸とかの美術、絵を描いたりする時間があったりとか、割と自由な校風で、トリッキーな結構科目があったんですよ。遊びとかもあったの、遊び、科目で遊びっていうのがあるんですか。どうしました、何の句、なんで時が他人事みたいになっちゃった、他人事になっちゃった、ありました、今日3時間目遊びだぜみたいな、そう、ほんとほんと、アホな学校ではない、大丈夫です、分かんない、見ように、見方、人から見たらアホかもしれないけど、我々はそれがね、王道だったんで、メインストリームだったんで、それが、すごい、すごい遊び、だからね、すごくそういう意味でね、聞いてるかい、聞いてるか質問したのね、もうお母さん、もう満足しちゃった、話しかけないであげてください、遊びとか、なんか美術とか、そういうね、なんかね、ちょっとね、数学とか理科とかじゃないね、そういうトリッキーなのが面白くてね、やってましたよ、やらないですね、そうですね、だから想像力豊かになりそうですね、口に親しむみたいな感じですね、そうですね、まさにそうですね、ですって、じゃあこちらも行きましょう、はい、千春さん、もしよろしかったら手を挙げていただいてよろしいですか、よろしくお願いします、千春さん、千春さんですね、ありがとうございます、毎年沖縄来てくれてありがとうございます、いえいえいえ、今年はさらに友人も誘ってライブ行きますよ、そうか、嬉しいな、今日から3日間沖縄楽しんでくださいね、何を食べたいですかという質問、あ、まただ興味あるんですね、また食べ物の話結構沖縄の人やっぱ聞きたいんですよね、何食べるんだ、そこでだからそばとかゴーヤチャンプルーって行ってほしいみたいな、まあまあね、気持ちもちょっとね、そうなんですよ、いいんですね、行っちゃってよかった、あ、もうないですよ、好きなみすぎて、はい、なんかあれかなと思ってね、海ぶどうだとか、はい、なんか島らっきょうを食べてね、はい、なんて、はい、で青森かなんか行ってとかって、はい、もう好きなみすぎて、はい、もうそれを言っちゃいけないのかなと思って、はい、もう怖かったんで、僕らも待ってますからね、沖縄はみんな怖くて、それがもうそれいやそんな沖縄人ベタなこと言いやがってとは思わないですよ、思わないですか、普通って言われるのか、他局で注意されました、いやいや大丈夫ですよね、もうないんです、玉がっていう、いいんですね、ぶっちゃけてでも、はい、ソーキそばとかね、ゴーヤチャンプルとか、そういうの食べたいですよ、ね、嬉しいですよね、うちなんちとしてはね、そうですね、ソウルフードですから、さあ、じゃあたくさん来てるのでどんどん行きましょうか、はい、ミサリンさん、ミサリンさんどちらですか、ミサリンさん、あ、いらっしゃった、ミサリンさん、あ、なるほど、福岡から直太郎さんに会いに来ました、あららら、ありがとうございます、絶対大丈夫、イン福岡にも行きました、ありがとうございます質問です、うん、
今日の夜は何を食べましょうか。あのこれでもさ、これあの皆さんが質問された方が悪いっていうか、もう選ぶ人のさじ加減です。うちのやつもある。僕悪意、三つ目は悪意があります。かなりね、それ以外ないんだったらもうしょうがないですけど、三つ目はかなりもうあのもうコントロールぶっ込みに行きました。そうありましたよね。でも夜です。そうですね。夜ですよ。どうしようかな。この後すぐじゃない。この後すぐですよね。夕飯のことに、やっぱでもやっぱ今日もう肉、うん、お肉とか食べたいですよね、うん、何かしらのステーキとかいいですね。ヤギ食べたことあります？ヤギ食べたことないですね。ヤギ行きましょう。ヤギは行きましょうよ。ヤギは勢力もつけますから。またそうですそうです。あ、なんでご存知なんですか？いや今一番ついたんですか？私はついてないです。勢力をつけたいって僕が今私は感じたことはないです。発信してましたか？私もあなたがです、ヒージャー汁とお刺身があるんですよ。それ面白そうですね。結構好き嫌いあるんですよ、うん、匂いが強くて、うん、もうちょぜひその行ってみたいですね、はい、ネタにはなります、はい、ぜひ、もしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、うん、あの刺身で変な話、睾丸をね、ヤギの睾丸のお刺身が、ね、スライスして、はい、お玉ちゃんをね、はい、横にスライスしてどしもネタじゃない。ちゃんとした沖縄の文化として、はい、グルメカモフラージュにしてどしもネタじゃないですか。もしかしたらお客さんもそれ待ちでみんな何を食べますか。ヤギの睾丸食べます待ちかもしれない。睾丸待ちだったかもしれない。もしかしたらそれ言わなきゃダメだったんだよね。今日今晩で睾丸なんですけどね。なるほどなるほど、はい、じゃあこちらも行きましょうね、はい、こんにちは、めっちゃファンです、大好きです、ありがとう。7月のライブも行きます。あら嬉しい。沖縄3日間番組出演で忙しいと思いますが楽しんでください。ありがとう。質問です、はい、今風邪をひいていて喉が痛いのですが、うん、喉の痛みを和らげるにはどうしたらいいですか、よろしくお願いしますということですね。これはね本当にね、うん、喉の痛みを和らげるには、はい、もうできるだけ喉に負担をかけない方がいいんですよね。多分きっと皆さんも、はいはい、お声のお仕事してるから分かると思いますけれども、はい、で一切もうやっぱ喋らないっていうね、はい、もうこれが一番、何がいいかと聞かれたらですよ、うんうん、そんな楽しくないですけど、はいはい、もう一切喋っちゃダメ、はいはい、僕なんかもう本当そうですもんね。自分も一応歌のあれしてるんで、はい、ちょっとでも悪くなったりとかしたら、はい、もう一切喋らなくなる。そうなんですよね。僕らも結局お医者さんに行ったりしても、うん、一番いいのは喋らないことですよっていうのはやっぱり言われますもんね、うん、だからもう一言も喋るな、喋るな、二度と喋るな、二度と喋るな、どういったこの質問したら喋るな。直太郎さんに喋りかけて話しかけ帰ってこなくても喉のケアのためなんだろうなって思っていただければ危険が、そうですね、僕もよっぽどおしゃべりな方なんで、うん、あんまりないですけど、うん、本当に話が返ってこ、返答が返ってこない時はよっぽど悪いんだなっていう、うん、なるほどなるほど、と思っていただければ、機嫌が悪いわけじゃねえんだな、ってないぜってことなんですね。それでお伝えに今日来た、はい、それだけを伝えに、メッセージを伝えに来た、ライブはもう二度次です。そうですね、いやなんてことを今日聞いた皆さん、これ全世界に拡散してくださいよ。これだけはお願いします。喋、はい、るな、機嫌悪くないじゃない、喋るな、さあじゃあせっかくですので、まあ、まだまだこの後もご出演願いますが、ここで1曲ちょっと挟まさせていただいてという形で、はい、はい、じゃあこちら曲名は直太郎さんの方からご紹介していただく形でよろしいですか、はいはい、それでは聴いてください。どこもかしこも駐車場、
さあということで森山直太朗さんでどこもかしこも駐車場をお聴きいただきました、はい。この曲は今回のツアーでも歌そうですねやるかやらないかで言うと、はい、まあ、うんはい、やります。一応、まああのね、初めて、ね、やる、あのネタバレみたいになるかなと思ったんですけど、今そういう時代でもないですから、し、やんないかもしれないしね。ああ、逆に。そうですね、気分が。なんでがっかりさせる方向に持っていくんですか。ないかもしれないし。そうですね。みんなで遊びの時間。でも今回あのベスト版大傑作戦って去年リリースしたあのベスト版を引っ提げてという。ツアーになっているので新旧織り交ぜ、うん、その季節季節を、まあ、手前味噌なんですけれども、うん、あの彩った曲たちが、うん、まあ、中心になっている、うん、そういうツアーですね。なるほど。こう現在こうツアー回られててなんかどこどこでこういうことありましたみたいななんかエピソードとかありますか。もうそれはもう、はい、だってもう今、はい、47公演あるうちのもう32公演ぐらい終わったんで、はいはい、もうその話題にはもうある種ことかかないことかかないですよね。32公演、うん、沖縄以外でここなんか暑いぞみたいな地域というかなんか地域性でここなんかすごいなみたいなところって地域性なんかありますかやっぱり結構違いますよこういう質問こういう質問ではなかったですね。ありすぎたな。これは直太郎 NG でしたから。いやいやいや NG。まあいろいろあるいろいろありますからね。泣きそうだ泣きそうだ。覚えてねえ。覚えてねえって言っちゃった。何も覚えてねえ。何も覚えてねえって言っちゃった。どうしよう。どうしようって言っちゃった。何もいいの出てる。いろいろ。あでもね、あの僕4月23日が誕生日なんですよ。ちょうどその日あの函館で、はい、北海道函館でコンサート で、はい、うん、でその時はあの、はい、僕サプライズで会場の皆さんとスタッフとバンドメンバーの皆さんで、はい、うん、あのアンコールで、うん、祝っていただきました。あら、それで大きなね誕生日ケーキがバーって運ばれてきて、で最後その手紙がね、うん、仕込まれてあって、はい、最大のプレゼントは、うん、この目の前にあるお客さんの笑顔だよと。でもこんないいことばかりじゃあれだからっつって言って、あの最高のプレゼントと直太朗がこの世で一番嫌いなものをこの世に用意したよ、この舞台に用意したよっていうメッセージだけが書かれてて、僕あのヘビ爬虫類のヘビが大嫌いなんですけども、あのもう何百匹のヘビがあの上からバンと落ちてくるっていう。あのいや人形ですよ。まあもちろんもちろん。それはそうですよね。全然そう本当もうそうですね。もうドリフみたいな。そう。でもなんていうか。もう本当もう本当気絶しちゃうんです。人形でもダメなものはやっぱりダメ。はい。なるほどね。びっくりしましたけど。さあそんなツアーいよいよ7月に沖縄にいらっしゃるということなんですけど、沖縄公演で楽しみなことって何かありますか。沖縄公演はあのもちろんコンサートもさることながら。まあ、大抵 の、 そのアーティストさんと呼ばれる人たちだったりバンドマンの皆様は前乗り1日早めるか、そのコンサートの次の日延泊するかですね、何それなりのなんかこう沖縄でしかできないアクティビティレジャーなどをすると思うんですね。でそれで言うとまあ気になるところなんですけども、僕もちょっと延泊とかちょっとそういうの目論んで、まあ前日も早く入るのか分かんないですけど、何かしらちょっとそうだな、なんか、うん、海いい、ね、あいいですね。もう夏真っ只中、梅雨も明けて一番いい時ですよ、うん、そうですね、うん、気温もまあ、うん、入りやすい、うん、何かしらちょっと沖縄でしかできないことをやりたいなっていうふうに思ってますけれども、離島まで行ってほしいですね。離島ね、パッと行けるんですよ。僕ね30回ぐらい沖縄来てるんですけど、はい、離島にまだ本島をね、うん、離れられないんですよ。まだしがみついてしがみついちゃうんですよ。いやいいですよ、離島もあちらこちら、特色あってね。ちょっとそれもねちょっと念頭に置きながら行ってみたいですね。あまり今年に入ってそういうバカンスとかそういうのできてないので、ちょっとできたらいいなと思いますけどね。ね、負けていただきたいですね。そうですね、沖縄でしかできないこと、はいですね。さあでは改めまして、僕の方からこちら詳細ご紹介いたしましょう。はい、
森山直太朗 15th anniversary ツアー絶対大丈夫、こちら沖縄公演が2017年の7月9日日曜日、沖縄コンベンションセンター劇場等にて会場が午後4時、開演が午後5時、チケットを全席指定前売り6,900円、未就学時は、入場不可とさせていただいております。プレイガイドは E プラス、ファミリーマート全店、そしてローソンチケット、チケットピアにて、お買い求めいただけます。お問い合わせは森山直太朗さんのオフィシャルウェブか、もしくは PM エージェンシー、電話番号 098-898-1331、 こちら午前10時から午後6時までですので、この時間はちょっとつながらないかと思いますが、ぜひこの10時から夕方6時までのお時間にお問い合わせいただきたいと思います。はい、さあでは直太朗さん、最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージを。はい、そうですね、はい、今日は生放送でこの、番組に出演させていただいて、はい、まあ、あることないことをちょっと喋っちゃったんですけど、ないことまたありました。コンサートはもうしっかり、はい、ちゃんと、はい、歌を歌ったりとか、はい、歌わなかったりとか、まあおしゃべりしたりとか、はい、いろいろ盛りだくさんなんで、ぜひぜひ音楽を通してみんなとね、喜怒哀楽を通して、豊かな時間を過ごしたいなと思ってるので、ぜひ大切な人を連れて遊びに来ていただきたいなと、そんな風に思っております。はい、ありがとうございます。あ、最後にラジオネーム万代さん、あ、メッセージ万代さん、7月、直太朗さんから、あ、そう、はい、最後に、はい、万代さん、はい、7月9日の沖縄コンベンションセンターで、お待ちしております。なんで万代さんだけ直接一リスナーですよ。一リスナーさんです、はい、やっぱ万代さんにはやっぱり、はい、15周年見てもらいたい。いや、なんでそんなにご存知みたいな、知らないけども知らないけど、それぐらい見てもらいたいんです、万代さん。万代さん来てくださいね。はい、これ万代さんもこれ過保ですよ、この今日の放送。そうそう、ね、うん、ね、はい、はい、今日の放送は YouTube の方でも明日、今日の夜遅くか明日には確実に見られますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、本日のスペシャルゲスト、森山直太朗さんでした。どうもありがとうございました。よいしょじゃない、よいしょ、今オンエア乗りましたよ。入ってた、入ってましたよ。あ、楽な時間が来たじゃないよ。でも CM 終わっても10人ぐらい残ってくれてるぜ。どうせ帰るんでしょ、バイバイ。違う、どうせあと10分ぐらいだから、あと10分ぐらいだから ねもしよかったらね、そうですよ、はい、聞いてください。はい、さあ、じゃあメッセージ紹介しましょう。はい、iPad、 Give me iPad、 iPad がいなくなったな。じゃあこれから読もうか。そうですね、じゃあ直で読みましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあこちらは読みましたですね、プレミアムフライデーの話題でしたね。失礼いたしました。いや、しかし素敵な方でしたね。いや、本当に気さくで、お、そうだ、ツイッターで差し入れを紹介してって言ってますよ。あ、差し入れこれかな。あ、こちらです。あ、いや、あちらかな、来てますね。
一応これメールも今来てる。メールも来てる。あ、じゃあメールから紹介、ね、キャンさんとベンさん今日はいるかな。サーキー、はい、いるよ。そしてそしてラジオの前のぐすうよ中央がなびら、うん、マイク巻きよりポール巻き芝居行ったのか博士で、うん、どうも言います。天でベラボミー、うん、これベラボーって言うんだこれな。あ、ベラボー、うん、いや気象転結よかった、うん、何がよかったってベンさんの役所の窓口のネタいい。博士あのネタデージ好き。いいよ、うん、いい。結構ブラックでしたけどね。あれ好きな今回あの一昨日のネタ好きな人は病んでます。割と病んでる人向けの、うん、ネタだね。確かにね。鈴崎もよかった。ありがとうございます。先はい。うまくなったな。あらまあまあまあ。病んでベラボメっつって。嬉しい、うん、嬉しいね。あちらこちら褒められるね最近ね。 ありがたい、ありがとうございます、はい、で差し入れの方ははいこちらでございます。うん、紹介しましょう、うん、食べるやつ あらお茶もあるで。おいおーおーい冷えてる。おい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 エベマウいやちゃちゃ一本コーヒー入ってます。一本コーヒー多いお茶とねコーヒーありましたけど。うわありがたいね。なんだろうこの青い包み。これ何。あ、これ入ってたやつか。これはね、はい、あのあ嬉しいね、リューボーのチラシこういうのかよ、ありがたいんですよ、年取るとね、うん、これだ、はい、南蛮菓子、ザビエル、これどこのでしょう。大分の大分お菓子になるんですかね。南蛮ちょっと開けてみましょう。開けてっけ。オランダが南蛮って言うんでしたっけ。何でしたっけ。南蛮はどこら辺のこと表すんでしょうね。南蛮って南蛮はポルトガルら辺。あ、ポルトガル、まあ、ポルトガル、うん、あ、もう開けちゃっていいんですか。もう破っちゃえ、うん、破っちゃえ。美味しくいただこうよ。あ、おお、サコすげえ。だだだ。ベルモ、ベルベットっていうんですか、こういう。あ、結婚指輪の、あ、そうダイヤの指輪の箱が大きくなった。あ、すごい、すげえ、はあ、でかくなっちゃった。はあ、高級感。なになに、中身なに。ザビエル、ザビエル、ザビエルが中身、はい、はい、ユーストでご覧の皆さんご覧ください。ザビエルが、ザビエルだね、うん、割と普通のよく見るよく見る中はそうか。よく見るって言わんけ。大丈夫ジュニア、割とよく。あ、でも中身は、でも中身はやっぱ高級感すごいね。だ、だ見てみる、ね、こちらほら、うん、ザビエル、はあ、こんな入れ物のお菓子があったもんだ。すごいね。なんだろうこれ、はい、逆台形っていうのなんていうのね、な、うん、特徴的な南蛮菓子形ですね。ザビエル焼き菓子か。ちょっと硬いな。そうですね、ザビエル本舗、こちら大分県の、うん、方にございますね。大分流通業務団地の1丁目3の11番地ですね。フランシスコ・ザビエルは豊後の国。豊後の国っていうとじゃあ大分あたりになるんですか。豊後ですね。豊後、そうですか。おお、あ、大分の方に来たんだ。うーん、食べてる。やっぱり食べるね。あ、南の方から来るんだみんなね。あ、おいしい。おいしい。あ、ミルク、ミルク生地みたいな。なるほどね。白あんが入ってますね。あとでいただこうかな。お師匠さん、iPad あります。うん、うまい。あら、これあとでちょっとお持ち帰りさせて。あ、そうです、なんかこれ、うん、はい、あ、だからお茶か。お茶と合いそうな。お茶と合うんだ。いや、お茶持ってこなければよかったね。あ、お差し入れでありますからね。うん、いただいてありがとうございます。うまっ。あと紹介してないのがこちらですね。はいはい、いきましょう、うん、はい。ベンビーさん、キャンさん、サーキー、はい、さー、はいはい、神奈川のノーミーハートですなり、うん、どうも、うん、まずベンビーさんとサーキーは先週末の気象転結ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。先週はリップの奈良ライブのエピソード話が出てましたが、うん、聞けば聞くほどオリジンメンバーの人間性に危険な闇を感じてしまいそうですね。今度ライブに行った時にはベンビーさんと鈴崎以外には目を合わさないで帰ろうかな、うんめっちゃ笑ってる。まあこれくらいの闇があるくらいが芸人として耐性できる可能性あるけど、オレンジジュースを畳に巻き散らして弁償騒ぎにならないように気をつけてほしいですね。とりあえずは最低限の社会人のマナーは身につけているお二方は今週末のベンビー会と今日の放送バンナイチバリオー、ども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 ということでね、いただきました。そっか、そう、奈良のジュースかき屋の話ね。はあ、最低、本当に最低、参っちゃったね。まあもう布団にかからんかっただけよかったものの、本当に、はあですね、うん、あ、直太朗さん向けのメッセージも、まあ、あのこれぐらいの内容、応援メッセージだったら読んでも大丈夫かな、うん、あ、どうですか ね、うん、もう変えられたかもしれませんけど、はい、サミヤドンさんいらっしゃいますかね。ラジオネームサミヤドンさんもいらっしゃった。これね、もうちょっと直太朗さんがいる時間はちょっとね、いっぱいいっぱいで、はい、
今読みましょうね。直太朗さんが聞いてる、もう出られたかな、沖縄へようこそ。あ、じゃあ聞かれてるかな、7月の沖縄公演もちろん速攻でチケットゲットしましたよ、うん、毎日ね、今出ましたね、うん、はい、毎日カレンダー眺めてカウントダウンしてます。ところで、全国をツアーで全国を回られ、お疲れもあるであろう、うん、直太朗さんを一瞬でも癒したくて今日、今皆さん行かれたから、もしかしたら一芸披露させてってことだから行ったかもね、何なんだろう、ガラス越しに一芸をって言ってるぐらいだから、直接しかも自分で癒したくて、癒す自信がある、癒す自信がある一芸な、父見せるかもしれない、我の父で、我の父で癒されよと、癒したいみたいなところあるかもしれないな、もしかしたらな。女子高生の子まで範囲がね、やっぱファン層というか、ちびっ子もいたさ、ちっちゃい子も、 ありがとうございました、見てくれた方、ありがとうございました。またどこかで、またどこかで僕らのことも忘れないでね。ありがとうございました、嬉しいですね、はい、そうですよ、ありがたい、ね、ちびっ子たちもいっぱいいましたけどもね、ありがとうございました。さあ、じゃあ僕もザビエル食べてみようかな。あ、どうぞどうぞ、ザビエル、はいはい、おいしい、ちょうだい一つ、はい、どうぞ。そして、あの直太朗さんのファンの皆様が帰っていったら、やっと我らが光太くんが近づいてくるというね。ありがとうございますね。じゃあザビエル食べてみようか。どうぞどうぞ。これせっかくだからもうお越しいただいた皆さんもね。はいはい。あ、でもないか、もう3個しかないか。あ、そっか。欲しいね。これザビエルのどこら辺の何をイメージしたんでしょうね。あ、確かに。ザビエル。ザビエルって言えばハギーみたいな、あの、なんていうの、パンフレット。バター風味豊かなヨーロッパ風の皮、ヨーロッパ風、この辺なんだな、生鮮された純日本風の白飴にラム酒につけられたレーズンの香りが遠い昔の府内、府内の町、現在の大分市、府内の夢を誘ってくれますという、なるほど、それでのザビエルというところなんですね、ありがとうございました、ありがとうございました。どうですか、あ、これ多分名前知らんで食っても名前つけるとしたらザビエルですね。そんなザビエル感ありますかね、これもザビエルがすごい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。マンダイさん、あんなに読んでもらったのに今日いないっすね、本当だ、いや、皆さんぜひマンダイさんに知らせてあげてください、読まれせよってね、これ全国の直太朗さんファンからしたらな、すごい、だって全国的にすごいことだよ、もうファンがいらっしゃる方で、うん、そう、呼ばれなくても行くよっていう方がたくさん全国うつつうらのあちらこちらにいる中、うん、万代さん名前呼んでくれて、多分聞いてないんだろうな。こういうところが万代さんなんだよ、そうですね、らしいっちゃらしいですけども、うん、まあね、まあまあいいでしょう、また来週の感想、万代さんお待ちしております。さあ、もうライブがもう便秘会、今週木曜日ですよね、もう6月の3日ですね、あれまだ1日じゃなかったっけ、あ、はい、デイジ間違ったかも俺告知、違うか、6月の3日だったと思いますけど、木曜日はすか、いや1日でした、いや、ああ1日か、びっくりした、どっかで俺告知したわけよ、あ、そっかそっか、1日か、一番早いパターンですよって、あ、びっくりした、はい、1日木曜日ですね、沖縄ストンダのバーリレーションズで午後7時半会場8時開演で行われます、はい、まあ、お酒も飲みながら見られる大人のライブ、まあ子供も9時過ぎには終わるんでね、まあもちろんお子さんも OK ですが、お酒飲まれる方はお酒飲みながら見たり、でライブ終わった後は我々とちょっと乾杯したりとね、はい、いう時間もありますんで、ぜひぜひ遊びに来てください、お待ちしております、うん、さあ、ということで、もう来週はいよいよ6月の放送でキャンさんはいらっしゃるんでしょうか、あ、そうだ、もう毎週これ最後のコーナー、これにしよう、来週のキャンさんはキャンさんいらっしゃいんでしょ、あ、セーフ、いや、もうレギュラーでセーフっていうのがおかしいね、そもそもね、ただ再来週ね、あら、ジャッパー、おやすみ、ミーパチの収録があるか、仕事か、仕方ないじゃん、仕事だったら仕方ないよ、ここも仕事、いい仕事だったら仕方ない、こっち、しかもちゃんとラジオの収録ですよね、収録で収録ですよね、こっち生放送だけど仕方ない、仕事の生放送、別に時間過ぎたらもうそれで OK さ、いやいやいや、会おうか、別になんか車のエンジン音流しててもいいわけでしょ、会おうかダメだわ、それはダメだわ、でダメだわ、ちょっと川さんがうるさいから、カットさん、もうカットさん、うるさくないけどね、優しいけど、はい、彼氏のカットさんの方ね、はい、聞いていただきましょう、さあ、ということで、じゃあ来週はキャンさんもいますんで、またこのメンバーで、お耳にかかりましょう、はい、お相手はベンビーと大ロキでした、さっきもいたよー。